四半世紀の歴史についに幕が降りる。アニポケ終了説がマジで現実味を帯びてきていてやばい。現在放送中の新無印ポケットモンスターダイマックス、メカシンガー、Z アドとこれまでの要素てんこ盛りに加え、歴代の仲間たちも勢揃い。さらには現在進行中のマスターズトーナメントでは世界2位のシロナを破り、世界最強のダンデとの決勝戦を繰り広げており、これに勝てばまさにポケモンマスターの名を冠すると言ってもいいサトシですが、こういった背景から以前から一部界隈では引退説が囁かれていました。そして最近それに拍車をかける衝撃の事実が判明したのです。こちらをご覧ください。これは新無印編のこれからの直近3話のタイトルなのですが、いくらなんでも不穏すぎるだろう。ちなみに新無印編135話のポケモン君に会えてよかったは、初代無印ポケモン君に決めたと対になるようなタイトルに。そもそも未だに旧世代アニメの情報は出てないし、ゴーの夢も道半ば。主人公を引き継ぎ新しい旅をゴーを軸にしたものになるのか、はたまた新しい物語が始まるのか、今後のアニポケに注目です。サトシ、お前引退するんか。